ね、今年初めてやりました。本当にね、見えないのよ。こんばんは。もうね、今年も1週間以上経ちまして、いや、なんかね、ずっとね、悪いんだよね。わくまさん、ありがとうございます。そう、ずっと悪いの、電波、電波悪いし、携帯見すぎてガチでちょっと 目痛くてちょっと最近ね、悩んでんのよ。でもなんか、メガネとか、そう、コンタクトつけると見えるんだけどさ、ちょっと気分じゃなくてさ、だから裸眼できてるんだけど、ちょっと途中で目つぶってたらごめん痛いな、痛いのかなって思ってくださいね。今日寒いよね、びっくり。もうね、寒くて、もう2024年にね、なりましたね。なんか特に私はあまり変わらぬ日々を過ごしてますが、雪降ってる。さっき外いた時は降ってなかったよ。でもめっちゃ寒くて手袋欲しくなっちゃった。だからこう閉まって いました。今日はゆっくりゆっくりね、ゆっくりな感じの時間で行こうと思う。まあ新年だしね、私はまだ新年だし。めぐりずにもやっと会いますかね、なくなっちゃったつけてたんだけどね。今日ね、いつもと髪の巻き方が違うんよ。なんかさっきからさ、コメントで褒めてくれる方がなんかいるんだけどさ、可愛いって。なんかそう、いつもとさ、髪の巻き方がさ、ちょっと違うの今日。だからかな。あとリップもいつもと違うんだよね今日。だからかな。まだね、おみくじ引いてないんだ。だから初詣もね、まだ行ってなくてね。ちょっとこのまま引かないで行っちゃうっていうね、手もありますよね。確かに可愛い。本当ですか。ありがとね、いろいろ投げてくれて。パンダだ。これは違うやつか。今日ね、9時からと9時40分からかな、あのラジオがあるから、ちょっとね、ちょっと早めのね、この時間に配信したんだけどね。今日成人式だったね。可愛かった、みんな。なんかもう自分の成人式から2年も経ったんだね。そんな感じ全然しないんだよね。そう、ギフトとね、2じゃないようです。え、なんか全然ちょっとおみくじさ、流れてこないからさ、ちょっと結果教えてほしいなんでだろう、電波悪いからかな。全部中吉。まあ真ん中が一番いいみたいなとこあるしね。そうだよ、中吉がいいんだ。
そう、キミちゃんの振り袖可愛かったんだよね。うん、あれだね、年越しのさショールームぶりだよね。なんかあの時すごいさ、私もうテレビを見たくてさ、すごい急いでたよねすごいね、急いでたなって後で思いましたね。でもそのおかげでね、そのカウントダウン TV いっぱい見れまして、もうとっても幸せなね年末年始だったんですけども、私はねすいませんの気持ちと楽しかったような気持ちですね。クマもハートもありがとう、ありがとうみんな。でなんか寝ちゃって、そのカウントダウン TV 中に1回でもちょっとまた起きてみました。ちゃんとね寝ちゃったんですけど、眠いよね年末ねえし、めっちゃ寝たかも。でもなんかめちゃめちゃ寝たかもしれないですね。マジでさ、ね正月だったんかな、あんまね何もしてないです正月。でもおせちも食べたし、お餅も食べたし、うん、何食べたかな他に。美味しいパン食べたし、あ、ナポリタンも食べたし、すごいね、いい正月でした。なんか何もしてないかもしれない。最近ぼーっと してますね。なんかさ、この配信上でね、こう髪の毛を見たり、あの DMM とかでその髪の毛を見たりするとすごいねいいの、自分の中ではねあ、別にこの色でもいいかと思うんだけど、なんか直接鏡とか写真とかで見るとあんま好きじゃなくて、色がもうどうしようかって考えてますね最近は。なんか私髪の毛の話しかしない人みたいになっちゃうけど、しょうがない、だって私の髪の毛が大変なんだから今。でも一回暗くしたせいでもうダメなんだもうなんかさ、 DMM すごいさ髪の毛綺麗に写してくれるよね。私だけなのかな、すごい色をなんか調節してくれてないよ、絶対調節してくれてはないんだけど、調節してくれてんのってぐらい綺麗に映してくれるよね。ありがてえほんまにありがてえ。4日直接見たけど可愛かったよありがとうございます。あのね公演、そう正月の公演ですね、正月の公演って言い方おかしい、熊の天使みたいなやつ、ありがとう、ありがとうクマ。ね、照明のあれでいいのかな、わかんない。でもちょっとまあこのまま行きますのでね、新年もこの髪の毛のまま行きますので、ほんまによろしくお願いしますって感じですね。タモリさんより髪の毛の話してる。タモリさんはさ、でもさ髪切ったの方じゃん。私はもう自問自答みたいな
感じだから、もう一人で喋って一人で完結させてる。髪切ったじゃない、どうしよう髪の方。1月はね、明日えなちゃん誕生日じゃんね。やばいよね、あの子が二十歳って。もうどうしたもんかって感じ。やばい。で、私もちょっと誕生日があるんだよな。えなちゃん髪切ってたね。ね、切ってた。えなちゃんね、昨日会いましたね、新年初めてかな、2024年初めてえなちゃんに昨日会って、でもマジで一瞬しか会ってないです。はい、楽しくね1月も生きていこうと思います。一瞬会うってどういうこと？え、なんか一瞬会ったんよ。一瞬って言っても1時間ぐらいだけどね。えなたんは今年言葉遣いを気をつけるらしいね。言ってる、よくよく言ってますよね。さほど一瞬じゃなかった。いや、1時間は一瞬じゃない、分からん。僕と俺っていうのをしたいみたいな、そうね、なんかよく言ってますよね。僕はあんま聞いたことないかも、えなちゃんから。でもなんかさ、みんなとこう会話してるとさ、ノリで出ちゃったりするじゃないですか、そういう一人称系って。もう治りそう、一瞬で考えたら。S 公演でね、初日をやったんですよ。楽しかった。私パジャドラとかぶりにやったんですよ。だから12年前じゃない、12周年ぶりぐらい、2、3年ぶりにやって、楽しかった。昨日さ、ショールームしようとしたんだ私。なんでしなかったんだろう。昨日サイン会とかの締め切りが昨日だったから、昨日やろうと思ってっていうのを今思い出した。みんなどう？調子どう？みんなサイン会とか応募してくれた？申し込んでくれた？そうだそうだ、私そうだ、昨日やる予定だったんだよ。なんでやってないんだろう。私昨日何してたんだろう。ちょっと待って、昨日何してたんだ。早く寝たんだ。しょうがない、眠かったんだ。しょうがない。こんばんは。優しすぎるだろみんな。怒っていいよ。
怒ってよ、怒ってください、もうすいません。いや早く寝てないわ。マジで覚えてない。あ、何してたんだろう。でもなんかえなちゃんのことを勝手に話すのはどうかと思うんだけど、えなちゃんがめっちゃ早起きだったんよ今日。で、まあ、成人式だからまあ早起きじゃん。自分も早起きだったし、でその起きてたのよ、あの子が起きる時間まで。ってことはめっちゃ朝に寝たわ。何してたんだろうね、私全然覚えてないわ。でもなんかこう提出するものみたいなのがあって、それをちょっと早めにやろうと思ってやってたけど、うまくいかなくて寝ちゃったみたいな。感じかな。あんまり覚えてないや。何喋ろうね、こう2024年も何喋ろうって言ってる。ショールーム始めだっていうのに。成人式の思い出か。でも私の一個前の年からその SK の成人式になったから、熱田神宮のいつだ、なんかまだすごいコロナ禍だった気がするの、あの時今より。だからなんだろう、なんか大変だった気がする、あの時いろいろ。確かね、公演もなくなってみたいな、いろいろねちょっと大変な時と被ってたんだよね、成人の日がって思い出ですね。なんかね、髪の毛に金箔をつけてもらって嬉しかったですね。で本当はその公演やる予定だったから、頭にね金箔をねつけて、取れないみたいなのを後で喋ってたんだけど、その途中でなくなるっていうのは決定したから金箔のまま帰りましたね。そう、振り袖ね、めっちゃ可愛いのをね、あれ用意してもらって、で髪飾りもとかカバンとかも石尾さんとかがその何私に合うように選んでくれるんですけど、
当日見たんですけど、それを当日前日とかに見てめっちゃ可愛くてびっくりした。嬉しかった。成人式の写真を X に載せてくださいね。え、2年も前だよ。だって遡ってください多分載ってます。メールとかにはたまに送ったりするんだけどね。私目次とか作んないとさ、こういう喋れないかもしれないわ、こういうショールーム。タイムテーブルとかタイムスケジュール作んないと無理かもしれない。やばい、でも9時までに終わるから今日は絶対に。でみんなこのままラジオに行くんだ。ツイッターね、その人の検索欄確か上にあるから、そこで多分成人とか調べたらね一瞬で出てくると思う。そう、確かコンペト世代、確かね、確か2年も前なんですよね。そう、この間の12月31日に私たちは6年目を迎えたんですよ。9期はね、9期は6年目を迎えたんですよ。そうだべ。で2年目ってことは、2年前ってことはもう何言ってるか分かんないですよね。本当にやばいよね。2年前ってことは4年、4年目の時か。でも全然わかんないです。すいません。やばいよね、6年も経っちゃって。もうそんな気しないのにって感じ。5周年、あ、6周年かな、6周年。ギフトの占いも気になる。え、ね、楽しかった。なんかね、いろいろ占ってもらって、まあ、聞いてくださいあの詳しくはね聞いてほしいんですけど、あ、そうなんだとか嬉しいこともありつつつつつつって感じ。5周年、6周年じゃない、もしかして5周年、5周年だった。みんななるしゃべもメール送るね。あ、そう、次のかな、なるしゃべにもね言います。みんなごめん、5周年だったわ、6年目だわ、すいません。ういういしいですね、こういう間違いも。まだ初期かと思わせるほどね、ういういしい間違いですね。おしゃべりか小しゃべりかはね、知らない。なんか最近あの昔のねリハブイとか、なんか私たちメンバーは本番映像とかももらえるから見てるんですけど、なんか去年2023の楽しかったことって何ですかって聞かれたら、なんかこういう話してないよね、まだ。いいか、もう何でもいいか、もうしちゃうからね。もうね、23年の楽しかったこと何ですかって聞かれたら、結構ハルコンって答えるぐらい自分の中でハルコンがすごい楽しかったんですよ。その本番ももちろん楽しかったんですけど、そのリハ期間とか、なんだろう、あのレッスン期間とか、その後の
遊んだのとかも含めて、あの期間が結構自分の中で死ぬほど楽しかったんですよ。で、本番も楽しかったんですよ、全部。だからあの本番映像をね、こう見てて、最近リハ映像とかもあるから見てて、めちゃめちゃね楽しかった。あの期間はね、私の携帯に数えきれないぐらいの動画があって、それを見ても面白いし、なんか楽しかったなって思って見てましたね、あの時。結構なんか詰めるリハがいっぱいあったんですけど、あの時のハルコンは、その通しリハの映像を見つけて見たんですけど、楽しそうでしたね。楽しかったです。なんかレッスン着というか、レッスン上の映像を見るの楽しいんですよね、結構振り返ってみると。夏のさ、ゼップのシャッフルのツアーも楽しかったですね。あれのね、リハ映像も最近見つけたから見てたんだけど、楽しそうでした、すごい。春なんかね、めっちゃ楽しかったんよね。ハルコンは渋谷のやつ、あのね、センチュリーじゃないわ、日本特殊陶業、日本特殊陶業日本特殊陶業なんとかホールみたいなとこ、フォレストホールあれ違った、え、そうなんの、あ、じゃあ間違えました。え、日本特殊陶業じゃないの、で、あれだ、陸泡がセンチュリーか、すぐ間違えちゃう。成人式おめでとうございます、ありがとう、大人になりました。そう、楽しかったよねっていう思い出。今はね、シングルの予定があるぐらいで、ライブの予定がね、確かない気がするからね、早く何か決まったら嬉しいですね。春夏秋冬ライブをしてたからさ、今年は珍しくない？そんなことないのかな。去年でしたね。もう気づいたら1月も終わっちゃいそうで、ぐらい早いな。こんばんは、どうも皆さん、あの9時からラジオなんで聞いてくださいね。告知って大事だなって思いまして、
生誕祭ね、いつなんだろうね、わかんないけど、私のあれ何、いつもの毎年の傾向からしたら多分2月ですね。毎年ね2月の始めないよ。時計取れてんのよ。そう、生誕決まってない、まだ落ち着いてくださいまだ決まってません。生誕もね、みんなとワイワイ仲良く楽しい公演になるといいですね。なんかもうみんなとワイワイ楽しくやってるのがすごいいいよね、やっぱって思っちゃうんだよね。かっこいい曲でもさ笑っちゃうよね。ダメなんだけどねダメなんだけども楽しくなって笑っちゃうよねっていう。お祝いワイワイしたいっす、来てください。生誕ティー好評ですね。どこのあれで好評なんすか、あの生誕ティー一個も意見聞いたことないけど、まだあの口コミゼロだけど、まだ星 0.3 とかだけど、まだ なんかたまにあの公園に来てくれる方もいる。最近もう早くない？早いよね、仕事早って思うんだけど。仕事早とかダメだよね、これなんか業務的だよね、よくない。お仕事つけるよ、ありがとね。ご飯ならね、ミシュランだね。キミちゃんセンスあるよ、ありがとう、ほんまほんまありがとう。キミちゃんのデザインセンスもっと使ってほしい。いや、キミちゃんセンスねないよ知らんけど、知らないけど、なんか絵描くのがね好きなんだと思う、最近思いましたね。キラキラ100お届けです。キラキラありがとう。キラキラね、星でしょ、星がキラキラになったでしょ。でこれ人数じゃなくて盛り上がりレベルなんでしょ。私は知ってんだ。でもなんか生誕くじとかさあるじゃん毎年、あれのステッカーとかをさ作るんだけど、今年も作るかもしれないじゃん。先に知ってたいのかな、みんなって。先に回す前に知りたい。でも知ってさ好みじゃないとか言ってさ回さないとか言ったら怒っちゃうよ怒っちゃうけど、え、怒んないけどね。知りたいのかな、知りたいよね。今までさ出したりさ、してなかったんだけどさ、
あれ確か最後の週だよね、1月の。あれ違うっけ、なんか全然すいません、ほんと把握してなくて。最後の週だった気する。違ったっけ。まあね、決まったらまた配信しますね決まり次第、発表され次第。発表されるよね確か、 X で。よりそぞよろしくお願いしますよろしとと言ってた。何とぞ。あ、今年もよろしくお願いします。皆さんまだ言ってなかったよね、秋おめとことよろ。1時間ぐらい経ったから遅いけど、ことよろって言ってなかったから言っとくわみんなに。今年もね、楽しい素敵な一年になるでしょう。一緒に年越したやん、忘れてた。でもこの配信で言ってないからさ、まあ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 。今年は何しようかな。でもなんか、なんだろう。なんかなんて言ったらいいんでしょうかね。スキルアップって言うんですかね、のしたい、スキルアップしたい年ですね。なんかダンスとか上手になりたいし、歌とかダンスを上手になりたいですね。でもなんかここにいるとあまりそういうのを求められてないってこともなんかよく話すんですけどそこじゃないとこでみたいなもうあるの分かってるけど、自分がさ踊りたいからさ踊っちゃうよねみたいな。このさ金槌みたいなやつがさおみくじなのかな。いや違う、ありがとうねこれ投げてくれて。パンダがおみくじ、パンダ四角いやつか。あ、これありがとう。
これちょっとさあ、ありがとうなんだけど、開いてるこれ今。何これ、何吉、あ、ありがとう、何吉これ。わかんない、見えない、大吉、ありがとうございます。これね、ありがとう。うわ、大吉だって、嬉しい、素晴らしいね、いい年になりそう。あふ、アニメーションね、オフってないんだよね、なんかいつもは出るのに今日出ないんだ、だから教えてください。何吉だろうこれ、ありがとう、投げてくれて。中、予想、予想中、なんだろう、当たった、やった、嬉しい。新年初三つ吉あれ三つ吉会ってないですね、三つ吉さん会ってないです。眉毛綺麗、綺麗に見える、赤ホリホリ元気、久しぶりに聞いたなそれ、元気よ。カフェわかんない、え、カフェわかんない、まだね知らないわ、美術強すぎて溶けてた。え？嘘だろ？コメントいっぱい読んじゃおう。コメントいっぱい読んじゃうスペシャルします。そう、書き初めしてないです。餅何個食べた？一個？一、二ぐらい。こんばんは。今年はキミちゃんと髪の毛以外の話をしに行きます、行きますね。新しいそのシングルのあれをさ全然知らないんだけどさ、私もみんなと同時に知るんだけど、ああいうのって知ることが多いんだけど、来てください、あるあるんじゃねみたいな、みんなと同じみたいな考えしてます今。どうにかホットであったかい飲み物がいいなね、全然ね知らないんですよ、すいませんね本当。おせち何が好き？おせちか、卵、卵焼きみたいなやつ、あのおしゃれなやつの名前なんだっけ、伊達巻きみたいなやつ。あ、でも卵焼きも好き。こんばんは、かわいいっす、ありがとう。好きな食べ物教えて。餃子、餃子好きよ。んん待って、ちょっと待って、止めてんだから、ちょっと待って、うまい、よかった、去年のカフェはホットでめちゃ助かったね、美味しかったあれ。こんばんは、こんばんは、ちょっと待って、キミちゃんの人に浮かんじゃかれてました、あの URL みたいな QR コードのやつかな、あれやばくない、あれめっちゃおもろいっしょ。青巻き髪、ん、青巻き髪、赤巻き髪、黄巻き髪、はいねえ、浜松に帰りましたか。浜松ね、帰ったけど、帰ったし好きよ。エゴさんもフランス人で、そう、私ハーフなんですよ。
ちょっと待って、本気で読むから待ってくれ。書き初めしたなら何を書いたと思う？大人になりたい。浜松のお雑煮何が入ってんの？え、わかんないです。赤堀家のお雑煮しか知らないんですよ。ちょっと待って、トリップしそう、危ねえ。生誕が2月になったら2022だけみたい。なんか私コロナ禍でちょっと生誕が少ないんですよ、多分。普通よりというか、なんて言うんだろうな、あれ、なんていうの、コロナ前より。はい、トリップします。あ、ちょっと待って、今は飲み物用意してますか？水がここに置いてあるね。ハルコンとゼップツアーの映像ね、どっかでアップされたらいいですね。アップすればいいのに。私があれのことじゃないけど、超世代かな、もうアップするみたいな噂がね、ここ耳ぐらいに挟んでた。ここ耳ぐらいね、ここ耳とかじゃない、うん、ここ耳ぐらいに挟んだんですけど、もう2年も経っちゃったから多分ね、もうないかな、1年か、まだ1年も経ったからもうないかなって思うんだけど、ま、わかんないっす。けん玉得意、あんまやったことない。年末の神フルライブめっちゃ良かったから今年もライブしてほしい。わ、ありがとうございます。わかんない。わかんない。すいません、なんか本当にわかんないのよ、ごめん。さやかのソース、オニオン初日の出見た、寝てた、見てない、ごめんなさい。おでん好きよ。長スパのカウントダウン帰りに浜松一泊してきた。もういいとこでしょあそこ。エネタン髪染めたの知ってたよ。おしるこ好き。初夢見た。好きなコンビニは、うん、コンビニ好きですね、どこでも好き。ちょっと待って、マジで。ちょっと待って、めっちゃトリップしてるわ、すいません。最近ミシンやってるよ、踏んではないけど。超世代本当に良かったね、良かったよね。適当すぎるってきてる。コンビニ好きだし、まあ正直ハーフじゃないし、嘘ばっかり。今日透明感あるね。そう、今日なんか髪の巻き方が違うからすごいなんかいいですね。噂がいいです、皆さんからの。これ閉まるんで、あったかいんだ。全部嘘ですね。ブルー系のカラコン、今日カラコンつけてないです、ね、え？じゃなくて、そういう話じゃなくてってこと？え、どういうこと？明けましておめでとうございます。年末のトークイベ進行、
ありがとうございます。あれ台本ギャン読みみたいな。あ、おみくじとありがとう、小包みたいなやつもありがとう。これで配信しようかな、これから。中吉素敵、おめでとう、ありがとう。どうしよう、そろそろ30分ぐらいで終えるようかな。今何時？あと7分ぐらい。五条悟、合ってる読み方。五条さんでしょ。私マジさ、何、呪術廻戦ですかこれ。あまり存じてなくて。これでしょ、知らない、これしか知らないんだけどね。どうしよう、これで、あれこの人目みたいな、あれ目だけじゃんみたいな。今来た人がさ、あ、目だけだと意外とちょっと可愛いかもとか思ってさ、もうはい、もう外せません。これえ違うの、これじゃないの、どうなんですか。なんでいつも静岡弁なん。え、自分静岡なんよ。開かないのよ。え、どういうこと？領域展開ってこと？愛を君に公演でやってる手のやつだよ。え、これだよ、愛を君にの手のやつ。え、これ私違った今。次の公演まで1週間以上ある。え、そう、私次のね、エスコアいないんですよね。 16? かな。通り部すぎる。通り部はね、映画見ましたよ。16なんでいないか知らないんですよね、私も。なんかいないことだけ知ってるみたいな。知らない。すごい、なんかニットの毛が。なんでさ、みんな私より先にさ、その予定をそう知ってるみたいな感じなの。私も知らないんだけど、本気で知らない、マジで知らない。嘘とかつかないでしょ普段。ガチで知らないって、うだるいってマジで。とぼけるのうまいね。わあ、知ってるというか予想。あ、そうだよね。なんか本当に私たちが私、本当にみんなと一緒に知ることが多すぎる。これ結構ね、有識事態ですよ。これよくない。予定の話になっていつもこうなの。なんか知らないから全部、本当に
なんか本当に知らないことばっかり。公演情報もさ、ホームページっていうか、あの skeホテイト.co.jp みたいなやつで知るし、確かに一緒に考えてほしい。おかしいよね、これおかしいわ。ちょっと困ったもんですね。止められてんじゃねえ、漏らさねえよ私。情報漏洩しないから。やめてください、もう。沖縄行ったら何したい？サーターアンダーギーをいっぱい食べる。紫芋のチンスコーと塩のチンスコーをいっぱい買う。ですか。紫芋タルト、あ、了解です。サーターアンダーギー粉で買おうかな。粉というかキットみたいなあるじゃん。水分なくしたいけし。あ、水分ないね。あ、水分ないわ。お水いっぱい飲んじゃうからね。少しで終わります、ありがとうございました。誠に。白い店とか何かの名前です。大丈夫です。どうしたどうした。そろそろね、終わりたいと思います。皆さん今日月曜日だけどさ、祝日じゃないですか。ちっくま時あるのか、今日時ある。仕事したんだかな。ロケでハブ捕まえるとかだったら、持って帰りますね。仕事か、お疲れ様です。ほんと熱出して寝てた。マジで頑張っていっぱいご飯食べて。まあまあまあ、大人になるとね、こう祝日とかさ、クリスマスとかさ、なんだろう、年末年始とかも普通の日になっちゃうよね。誕生日も普通の日になっちゃうもんね。本当に大人になったことを実感しますよね。顔面強すぎ。エスチさん、よろしくお願いしますよ。皆さん本当、もっと言ってよ。気づいてないからまだ本人。キミちゃんがこっち可愛いので今年頑張ろうと思った。頑張って頑張って。
年始めもできたし今年もスタート。今日受けてるよね。だから髪の巻き方がいいらしい。これすごいね、いいらしいから。え、なんかさ本当にさ結構なんか自己肯定感が低いっぽいのよ。わかんない、もうこれまでのこの育ちの問題なのかさ、ちょっとわからないんだけど。だからね、もうね、皆さんが言ってくれないと本当にダメよ。頼みますわ本当。終わらないと、これ終わる終わる詐欺してるから今。32分、はい、もう2分です、これ。めっちゃ可愛い、ありがとうございます。マネージャーさん褒めてくれない？褒めてくれないよ。そろそろ終わろうかしら、しらしら。ラジオ9時からだから許容範囲。そうね、新年明けましておめでとうございますね。本当にやばい、よろしくお願いします、よろしくお願いします。本当にやばい、3分だよこれ。ああれがあるよ今、このミラーボール。ありがとう、本当にほんまにほんまにありがとう。すごいね、盛り上がってますよ。はい、本気で終わります。もうすいませんでした、この3分延長してしまって。カラオケとかならもう電源切られてますよ、3分1分経ったら。本当に良くないです。今年最初の配信だっけ、日にちまたぐやつ入れなければね、初めて。本当にありがとうございました。皆さん今年もね、本当に何卒、何卒じゃない、何卒よろしくお願いします。あ、あの撮ってこれ、刺してたよね今、絶対撮って撮って。ハッシュタグ赤堀決めですこれよろしくお願いします。あ、本当にね、ありがとうございました。もうそろそろ、終わります。またね。あ、急卒した、バイバイ。